はい、どうもレビペンです。今回はウォーフレームの裏ボスフラグメント1の倒し方を解説していきます。当然ですが、最新のクエストのネタバレがあるのでご注意ください。ウォーフレームでボスと戦うときは準備を念入りにするのが大事です。というわけで、最初にこのボスを倒すことに成功した装備とビルドを紹介します。フレームにはレベナントプライムを採用しました。ビルドはこんな感じです。2番目のアビリティを常に絶やさないように、アルケインエナジャイズとエナジーサイフォン、プライムドフローでエネルギーを確保します。今回のボスではアビリティが強制的に解除されることもあるので、ローリングガードとアダプテーションで耐久力を底上げしてあります。アビリティが切れたらローリングしてしのげるようになっています。そしてアルケインナリファイアも忘れず入れましょう。磁気の状態異常はかなり厄介なので必須です。あとはできるだけ威力を上げる方向で入れていきましょう。増強はなくても大丈夫です。そして4番目のアビリティにはザクのアビリティを移植しましょう。火力がかなり上がるので必須です。アルコンのかけらは黄色2つと青1つです。アビリティの発動速度を上げるのはかなり役立ちます。あとはお好みでつけましょう。お次にセカンダリ武器ライタムです。アルコン討伐などでよく使われるセカンダリ武器です。基礎ダメージと状態異常率を上げて、火炎と電気のモッドで放射属性を作っています。クリティカル関連は手つかずで大丈夫です。ヘッドショットをすればゲージが上がり、ゲージが溜まったらセカンダリ射撃ボタンでモードチェンジができます。実装されてからかなり時間が経った武器なので、入手方法や進化させる方法はすぐに調べられると思います。入手にはザリマンのミッションを頑張りましょう。オペレーターのスキルツリーはゼヌリクですが、慣れている方はマデュライでも良いでしょう。今紹介した装備以外でも倒すことは可能ですので、ぜひ余裕がある方は別の方法を試してみてください。ではこの裏ボスと戦う方法を見ていきましょう。まずは鋼の道のりモードに切り替え、エフェルゴの抹殺ミッションを選びましょう。黄色いマーカーに従ってアトロポスプローブを回収しましょう。回収したらビトリウムにアトロポスプローブを差し込みましょう。そうするとビトリウムが探索中の表示が出ます。しばらく経つと波のような光が放たれ、白い目のアイコンが複数出てきます。白い目のアイコンがあるところに目のようなホログラムがあるので、それにタッチしましょう。これがささやきの目という物質です。高いところによくあるので、オペレーターのボイドダッシュを活用すると良いでしょう。ささやきの目がどれぐらいで消えるかは、白い目のアイコンのひし形のゲージでわかります。光の波が出た後、次のビジョンのカウントダウンが始まります。カウントダウンがゼロになれば、同じようにささやきの目が出現します。たまにビトリウムが盲目状態という赤い表示が出ることがあります。これはビトリウムの近くに敵がいる時に出てきます。敵を排除し盲目状態を解除しましょう。また白いはずの目のアイコンが赤い時、敵がささやきの目にひっついているので、敵を倒してささやきの目にタッチしましょう。このようにささやきの目を集めていくと、ビトリウムが枯渇状態という表示が出ます。そしたら別のアトロポスプローフを回収し、新しいビトリウムを作動させましょう。このようにささやきの目を集めていきます。画面左の表示では30個集めればボスと戦えるということになっていますが、今回はこのささやきの目を60個集めていきます。ささやきの目を30個集めればこの表示は消えてしまいますが、30個集めた後またビトリウムを作動させると表示が復活します。60個集めるまでにはかなり時間がかかるので、なるべく複数のビトリウムを作動させるようにしましょう。アトロポスプローフは武器切り替えボタンでドロップでき、オペレーターも持つことができるので、うまくビトリウムを2つ同時に作動させましょう。60個集めれば晴れて隠しボスフラグメント1に挑戦できるようになります。ではボス戦に行きましょう。指定されたポイントでアクセスボタンを押しましょう。まずは前座のフラグメント態度を倒しましょう。4番目のアビリティに入れたザクのアビリティで攻撃していけば簡単に倒せます。ここからはセカンダリ武器のライタムだけで戦っていきます。岩の部分に射撃を当ててゲージを上げ、ゲージが溜まったらモードチェンジして攻撃しましょう。フラグメント態度が倒されたらフラグメント1が出てきます。青いビームの横向きのなぎ払い攻撃はアビリティを強制解除してくるので、ジャンプなどをして避けましょう。なぎ払いの後、体を細長くして縦に振り下ろす攻撃も同じようにアビリティを解除してくるので、横に移動して回避しましょう。なぎ払いと振り下ろしが当たってしまったら
振り下ろしが終わった段階でローリングして無敵時間を作りましょう。そして2番目のアビリティで立て直しましょう。その他のビーム攻撃は距離を取ればなんとかなります。体力を半分削ると第2形態になります。第2形態で特に危険なのが必殺技のような光るリングで領域を展開するような技です。このリングの領域ではアビリティが使えません。リングの領域から出てアビリティを発動しましょう。リングがなくなるまでは外に退避しておきましょう。他にもボスらしい派手なビームはありますが、アビリティでしのげたり避けやすかったりするのでなんとかなると思います。基本的にボスと距離を取り、危険な攻撃に注意して防御アビリティを切らさなければ倒せるという素直なボスとなっています。ただしフィールドの端っこに行き過ぎると砂の滝の裏側に行ってしまって視界が悪くなるので、端っこに行かないように気をつけましょう。あとは死なないように根気強く戦っていけばこのように倒すことができます。報酬でサムダリーと近接武器のアルケインがもらえます。アルケインは上に浮いたままのこともあるのでジャンプして回収しておきましょう。今回紹介した裏ボスを倒すとマヌスサムダリーがもらえます。サムダリーはローディング中の船にくっつけることができます。メニューを開きエクストラを選択、一番下のオービターを選びランディングクラフトを選択しましょう。そしてサムダリーから選択することができます。色は変えられないようです。以上がウォーフレームの隠しボスフラグメント1の倒し方の概要です。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回、さよなら。